アソシアシオン・ドゥラ・ジュネス・オセロワーズはフランス・オセールに本拠地を置くサッカークラブ。現在はリーグ・ドゥに所属している。1905年にホームスタジアム名の由来にもなっている聖職者のデシャン・神父によって創立された。1906年にサッカー部門が設立され、1908年までのユニフォームカラーは黒だった。1961年に ギール監督が就任し、44年鑑識を取った。就任当時は、アマチュアチームだったオセールを、初めての一部昇格に導き、1995から96シーズンのリーグ優勝、フランスカップ優勝を4回を成し遂げた。1998FIFA ワールドカップで優勝した、フランス代表メンバーのうちの GK リオネル・シャルボニエ、FW ベルナール・ディメド、 FW ステファン・ギュバルシュはその時点でアージオ・セールに所属する選手であり、DF ローラン・ブランは1996年までアージオ・セールに所属していた。2006年にジャン・フェルナンデスが監督に就任すると、当時オリンピック・リオンでジュニーニョ・ペルナンブ・カーノの控えにアマンジ出場機会を減らしていた、訴訟時代の秘蔵っ子、ブノア・ペドレッティを獲得。 チームづくりに数年を要したが、2009から10シーズンには、ユース出身の選手を中心とした高い位置からの、コンパクトな組織的守備でボールを奪い、ペドレッティから、前線のダニエルに喰らえ、イレネウシュイエレンにロングスルーパスを送る、高速カウンター戦術を完成。リーグ最小失点で、リーグ3位、ジャンフェルナンデスは、リーグ最優秀監督賞受賞と大躍進のシーズンとなった。 ゼニート・サンクト・ペテルブルクとのプレーオフの末に出場を決めた2010から11シーズンの UEFA チャンピオンズリーググループリーグではレアル・マドリード、AC ・ミラン、アヤックスと同組となった。オセールの人口は3万8千人弱であり、そのシーズンの本戦グループリーグに出場するクラブの本拠地の中で最も人口が少ない都市である。ギールーが作り上げた。 フランス屈指の有志組織を持つ。ここから、ジブリル氏セフィリップ・メクセスなどのフランス代表選手たちが、育っていった。2011から12シーズンは、シーズン序盤から不審にあえぎ、第21節で降格圏内に入って、以降は常に、低空飛行を続けた。そして2012年5月12日、第37節のオリンピックマル声優の本拠地、 ベロドロームでのアウェー戦で3から0と完敗を喫し、79から80シーズンに昇格して、以来32年間守ってきた1部リーグの座から、陥落した。スタッド・ドゥ・アベーデシャン。ありがとうございます。